生命はどうです作り主だと思いますか作り主ですね。生命によらなないい。で何も存在することはないだから生命とは何かというと宇宙創造神と万物の親と呼んでも結構ですその作り主である宇宙創造神はどこにおりますかというと皆さん自身の中におられるわけです。はるか彼方に神がおられるのじゃない。はるか彼方に皆さんの生命があるのじゃない。 皆さん自身の中にあなたの作り主である神があなたの中におるんじゃないですかどうです作り主であるあなたの作り主である海の親がどこかはるか彼方におるのかあなた自身の中におるのか。ちょうど氷の水蒸気が氷を作って水蒸気が氷の中に住んでるんですね。違います水蒸気と氷と別々で氷というものが存在できますかできませんね。ちょうど 神がもののをを創造するるるににはそのものにななここことととと。であいいう忘れだから神にあなた方つながらないでは不毛であるあなた方の形態は生命につながらないでは不毛であるあなたは私,私のエラ派のようなものであるといったのはその意味なんですねエラ派のようなものであるこの生命は全部一つの生命につながっているけれどもエラ派のようなものである しかしその生命は同一の生命唯一不二の生命という無限生命があるだけ宇宙にはただ生命は一つしかないということをよく理解すること皆さんに生命がなかったとするとあなたと今見ているあなたが存在しますとしませんしませんよねじゃあ生命があなたなのか形態があなたなのかどっちがあなたですか生命ですよ我生命なりですよ ね、我生命なりであって我肉体なりじゃないのになぜその形態を我という固障するんだろうかとだから今までの自分だと思っていた自分を放棄せねばならない捨てねばならないこれを自己放棄と言いますけれども皆さん捨てない大事に抱えている私が私のという形態の私姿形の私を抱えている。 なぜあなた方はこの偽物の我を捨てるのにこんなに時間がかかるんだろうかということですね。今まで長い習慣性として私と思っていた私が本物ではなく宇宙に変満するその大切なースそのものが私であるということを受け入れるのに時間がかかっているだけなんですね。時間がかかっている。皆さん方に そのののの生命でででであるもももなななくして皆さささんといいいい。うのは存存在在ええございますよ存在でさえもない。ちょうど氷が水蒸気なくしては氷というものが存在しないように皆さん方は生命なくして皆さんの肉体形態というのは存在しない自らは無形自らは無なんです生命なくして形自らが何かできますできませんだからイエス様は私自らは無であると言ったんです 我が中に天の父住みたもうがゆえに私は天の父の御業をなすのであるとあなた方の中で生きて働きたもうのは何ですか天の父じゃありませんかあなたの中に生きているのはあなたですか天の父ですか天の父すなわち大生命そのものが天の父宇宙創造神でございますね宇宙の創造主でございますね万物の作り主でございますねじゃあ 生命が我々の親なのかどっちに親はおります神こそが我々の父というのはその意味なんです。生命こそが我々の父なんです。生命が万物の万象万物を生み出すわけですよね。違いますか何が生み出しますものは生命が物を生み出すわけですよ。生むわけですよ。 その生命なくしては何もこの世に現れることはない生み出されることはないその生みの親である生命がどこに住んでおるんですか我が家にですね神我が家に増しますというのはその意味なんですこれを内在の神内在の生命でございますねだから大生命があるだけなんです 大生命が一切喝采を作って大生命が一切喝采の中に住みたもうということです。神が一切喝采を作って一切喝采の中に住みたもう。神によらないでこの世に物は現れることはない。スズメイチワで現れることはない。